アントニーナ・ウラジミロブナ・ナクボシャップカは、ロシアの陸上競技選手、専門は400メートルなど短距離走。400メートルの自己ベストは、屋外が2012年7月に、チェボクサルで記録した49秒16、室内は2009年2月に、モスクワで記録した50秒55、ロストフなどの出身。2003年の世界ユース選手権400メートルは53秒 54? の記録で2位に入り銀メダルを獲得、メドレーリレーは銅メダルを獲得した。しかし、翌2004年の世界ジュニア選手権は予選組合着に入るのがやっとだった。2005年、2006年は自己ベストを伸ばすこともなく、国内レベルの成績に止まった。クリボシャップカーは2006年にボルゴグラードにある陸上競技の学校に入り、ウラジミール・ティペイルの指導を受けるようになった。 立ち穴レれではやいれいない話を出した、名門校で親元を離れた、寮生活を開始した。クリボシャップカは2007年は52秒32、2008年は51秒24と記録を伸ばし始めた。クリボシャップカの国際大会の活躍は2009年に始まり、2月のロシア室内選手権で自己ベストを50秒55に伸ばし、 トリノで開かれた同年のヨーロッパ室内選手権400メートルも優勝した。同大会では4400メートルリレーにナタリア・アントユフ、ダリア・サホノワ、エレーナ・ボイノワと出場して金メダルを獲得した。7月にチェボクサルで行われたロシア選手権400メートル準決勝で従来の自己ベストから1秒近く記録を縮める49秒29をマークした。 このタイムは2009年の女子400メートルシーズン世界2位の記録となった。同選手権の400メートル決勝も49秒71の記録で制してロシア女王のタイトルを獲得した。これらの活躍によってクリボシャプカは8月にベルリンで開かれる世界選手権の有力なメダル候補とみなされた。世界選手権400メートル決勝は49秒71の記録で、 サーニャ・リチャーズとシェリカ・ウィリアムズに次ぐ3位に入って、銅メダルを獲得した。4400メートルリレーでは、ロシア代表のアンカーを務めて、銅メダルを獲得した。2010年初め、クリボシャプカは、ボルゴグラードで行っていた、スプリント練習中に震度に侵入した少年たちと、衝突し背中を捻挫した。3月の世界室内選手権を欠場。 屋外シーズンまでの時間を怪我の治療に当てた。7月のヨーロッパ選手権は4 0 0ルで3位に入り、4 4 0 0ルリレー決勝はロシア代表の第2走者を務めて優勝した。9月の IAAF コンチネンタルカップ4 4 0 0ルリレーにはヨーロッパ代表の第2走者として出場し、銀メダルを獲得した。 2011年8月の世界選手権は400メートルで5位。4400メートルリレーは第一走者として3位の成績を残した。2012年8月のロンドンオリンピックは400が50秒17の記録で6位。4400メートルリレーは第二走者として出場。アメリカのアリソン・フェリックスを追走し2位でバトンをリレー、ロシアは3分20秒の記録で、 銀メダルを獲得した。2013年8月に母国ロシアモスクワで開かれた世界選手権は400メートルで49秒78を記録して3位に入り、同種目は2009年大会以来となる銅メダルを獲得した。4400メートルリレー決勝はユリア・グシチナ、タチアナ・フィロワ、クセーニャリゾワと出場し、クリボシャプカはロシアのアンカーを務めた。 ロシアは3走までに先頭に立ち、2位のアメリカを5メートルリードして、バトンを渡した。クリボシャプカは、観客の大声援を受けて力走。アメリカのフランセナマコロリーの逆転を許さず、ロシアが3分20秒19のシーズン、世界最高記録で優勝資金メダルを獲得した。ありがとうございます。